松江豊氏から1956年5月21日は日本の陸軍軍人政治家。最終階級は陸軍少将。第9代若松市長。第一次世界大戦中にバンド不良収容所所長を務め、在任中にドイツ人不良を人道的に扱い地元の住民とドイツ人不良を交流させた。この時、ドイツ人不良によって日本で初めて ベートーベンの公共曲第9番が演奏された。映画、バルトの楽園の主人公としても知られる。1872年6月に、現在の合津若松市で、合津藩士、警察官、松江久平の長男として生まれる。1889年16歳の時に、仙台陸軍地方幼年学校に入校し、1892年には陸軍士官学校に進んだ。 1894年、22歳で、陸軍不評彰位に任官。日清戦争、日露戦争に出征。1904年、韓国中東軍司令官、長谷川義道大将の副官を務めた。1907年、陸軍不評彰佐に進級して、府表第67連隊府。1908年、府表第67連隊大隊長。1911年、 第七師団副官。1914年1月、陸軍不評中佐に進級して、不評第62連隊府となる。同年7月に第一次世界大戦が勃発。太道の戦いで、日本軍に降伏したドイツ軍不良は、徳島や大阪など全国12カ所の収容所へ、振り分けられた。それと同時に松江は、同年12月徳島不良収容所長に任命される。 1917年には12カ所の収容所が坂東など6カ所にまとめられ、同年4月に坂東不良収容所長となる。ここにおいて松江は、ドイツ人の不良たちに人道に基づいた待遇で彼らに接し、可能な限り自由な様々な活動を許した。俗軍としての悲哀を味わった合図藩士の指定に生まれた体験が大きく彼の良心的な人格形成に影響したと、 言われる。また、付近の人たちと不慮との交流や技術指導も盛んに行われ、養鶏、養豚、野菜栽培から建築、設計まで広い分野で交流が行われたという。1920年4月、第一次大戦終了に伴い、ンド不良収容者は閉鎖された。だが、不慮たちは解放された後もここで受けた、温かい扱いを忘れず、世界のどこに、 松江のような不良収容所長がいただろうかと語るほどだったという。1922年2月、陸軍少将に進級すると同時に退命となり、予備役に編入された松江は、同年12月に第9代若松市長となる。若松市長を退任後、36クラブ上無理事を務めた、地償開票議員。1956年5月に、 東京都狛江市の自宅で死去。坂東不良収容所でのベートーベン公共局第9番所演から100周年となる2018年6月に、ナルト市ドイツ館前に松江の銅像が混流された。地消解明棒1937年12月、日読結ぶ、友愛の絆収容所史実、次世代につなぐナルトで記念式典。毎日新聞。 https://mainichi.jp:/articles/20180602/ddl/k36/040/473000c2018 年6月5日閲覧。捕虜収容所長の銅像除幕イコール第一次大戦で人道的措置徳島。事通信。 https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル、k イコール2兆180億6千10万 1289&g イコール総クハット、漢方第703号、大正3年12月4日。漢方第1405号、大正6年4月11日。漢方第3401号。 助人及び、事例1894年10月27日、ありがとうございます。